よろしくお願いします。いやいや、そっからだね。こっちこっち。もう来ていい。こっち来てよ、こっち。来ていい。ドットサイトついてて。球技大会のサッカーにサッカー部のやつ入ってるやつ、それ。ほんまに。確実に勝ちに行きます、じゃあ。これ。これ、ええんちゃう？お、早い早い。88。これが88。何点？というわけで、ターゲット対決は野島さんの勝利です。やった、やった、やった。4年ぶりに握ったんですけどね。次はまた違うターゲットで。小西くんはこのターゲットが好きで、うん、これ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 、ここの真ん中だったら4枚抜きっていうね、これ。そう、意味が分かんない。ここ真ん中を抜いたら全部の得点入りますから。運でしょそれ、運。運です。次は誰から行きますか。誰か行く。買った人からやる。じゃあ、あ、じゃあ買った順にやりましょうか。じゃあ買った順にやりますか、うん、いや使い方も忘れてたぐらい。野島くんのさ、構え方もさ、はい、そんななんか当たりそうな構え方じゃないのに。そうなんですね、構え方も下手くそなんですね。なんで当たんのかもちょっと理解できん。自分でもわかんないですけど、すぐ優勝しちゃうんですよね。腹立つな。わかんないんですけどね。小田坂さん、家でも練習してるんですか、これ。これ、カモフラージュのやつが俺のやつ。あ、そうなんですね。うちはその台が置くとこないから地面に置いたんのね、はい、で立って打つとだいぶずれんのよ、はいはいはい、家だとこれでしょ、こうし斜め下に狙うことになっちゃう、はい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 、分かった。ちょっと違いますね、簡単やん。感覚がちょっと丸まってるわ。最近寝転がってるやつやりました。こんなになって寝てこうやって。なんで自分らここで雑談してんの。あれ俺書いてたのに今。どこ寝ようというか全然分からへんのこれ。それじゃあやっていこう。はい、あ、じゃあ買った人から。はい、はい、あ、これもじゃあ一応、ね、野島先輩からやる。野島先輩から。いきます。はい、もう余裕やな、始め方が。うなずいてる、うなずくまでの余裕がある。めっちゃ時間使い始めた。関係ないって言ったら。でもどこが真ん中かわかんない。そこやねんな、問題は。はい、あ、止める。あ、止める。何秒、何秒、何秒でしょうか。40秒。40秒。めっちゃ使ったね。めちゃめちゃ使ったな、うん、これ、僅差になったら不利ですよ、これ。野島さん、あー、そっか、僅差になれへんけどな。いきます。お、ええんちゃう。知らんけど。あ、今のすごい良さそう。あー、50秒。あー、けもらったな、これは。51秒出そう。この時点でもう10ポイントの差ついてる。俺も51秒出すよ。10ポイントの差ついてるからね。じゃあいきますよ。はい、よーい、お願いします。お、早いよ。早い。結構真ん中いった、最初の4枚。何秒。52秒。おー、すごい、すごい、すごい。早いの出た。早い。でも2ポイントしか差がないですね、うん、そっか。でも同点だったんですよ、ね、同点になるわけないじゃないから、ね、3枚抜きとか。こんなんで同点だったらすごいわ。同点だったら俺の勝ちだからよ。よし、はい。さあ、じゃあ、あ、ちゃんと丸してくれてるのね。、うん、またがってるところは。野島君からいきますか、じゃあ今回は。はい、はい、分かりました、はい、まずは90。90。おお、100。おお、ちゃうちゃうちゃう。2枚抜き。190。190。ああ、これ2枚抜きや。60、80。だから140点。4枚抜きや。4枚抜き来た。4枚抜き。何これ。もう60、70、80、90。そうか、300ね。300ですね。もうむちゃくちゃやん、点数。何点なの。で、タイム足して40足して850点。さあ、小田さん、はい、60点。おお、あ、2枚抜き。あ、2枚抜き。これ40点。10と30で、うん、これ2枚抜きか。これ2枚やね。50と70120点。で、50点、うん、で90点、はい、
合計は合計は410点。ダブルスコア。俺は勝つよそこに。80点。おお、まあまあいいじゃないですか。80点ね。80点、90点。ほら見て。170点。もうこの時点で小野坂さん抜いたんちゃう。まだか。100点。おお、100点取った。来てるやん。100点取ってもな。190点とかけど。80点、90点。もう、2枚抜き。170点ね。これまた。あー、40点。なんでこんな外れたん？わからん。さあ、合計は12点。なんだこのゲーム。簡単です、簡単ですね、これ。これ絶対やらされんねん。こっちの方が絶対打ちやすいのに。サイトついてるしね。あと軽さもあって、軽いしね。どの辺で狙ってんの？ど真ん中に合わせてる。うん、ど真ん中。この白いの3つ、白いのが3つあったら。いや、分かってるわ。ここ合わせるの、白いのが。分かってるわ。間のとこに白いの。やっとるわ。やっとるわ。もう一回やりますか。じゃあ、そしたらちゃんとしたやつ3つとこれ2個にする。え、3つ3つちゃんとしたやつ3つ3つ下げて、これを2個下げる。混ぜ、混ぜ。どんだけこれ好きなの。ターゲットつけて。ターゲット、普通のやつ、普通でつけて。2枚全部普通のでいい。よかった、やっと折れてくる。よかった。クソだカット人からね、はい、最初はグーじゃんけんぽい。ファイトはグーじゃんけんぽい。じゃんけん弱いんだよな僕。ちょっと目障りやなこれ。バイオハザード。バイオハザードがチラチラ。バイオハザード絶対勝ちたいな。バイオハザード、あ、もう絶対負けるわ。よし、やります。いきます。バイオハザード。あ、えんちゃう？お、あ、50秒。50秒。おー、はい。よかったじゃないですか、今の。うん。一個的ちょっと変なとこ飛んでいった気がするんですけど。一個すごい変なとこ行きましたね。白いとこに白いの合わせる。知ってますか？ね、白いとこに合わせる。知ってますか？よし、じゃあいきますよ。お、結構いいんじゃないの。バイオハザード、バイオハザード。いやいや、51って言えよ。じゃあお願いします。はい、いきます。こんなゆっくりなんやって。あ、止めた。またや。あ、あ、止めなっていう感じ。この余裕。50です。え、今まで 50？ 今まで50です。だいぶゆっくりやってたけどね。ねえ。はい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 。さあ、じゃあ小野坂さんからいきましょう。はい、7点。おお、まあ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 。はっ。6点。お、どうした？7点。7点、8点。さあ、タイムを合わせると85点。おー、まあ、でも80点は取ってるんですよね。90取らなあかん。免許合格せん。じゃあ、私行きましょう。はい、8点。おお、あー、9点。おお、いい。7点、うん、やっぱ上系やねんな。おお、すごい。7点。ああ、なるほど。小野坂さん似てるったじゃない、これもしかして。いや、小西くんの方がちょっといいな。数点。え？92点。お、92点もあんの？合格。
合格だ、90点。これ合格や、免許取れた。じゃあ、いいっすか、どちらでいきましょう。はい、9点おお。あー、外れた、8点、うん、まあでも8やもんな。8点のとこって外れたって言うんだ、うん、9点、うん、9点、うん、10点、うん、なあ、オリンピック目指せんちゃう。え、何点ですか。やった、合格。僕ら合格。95、95、95回目の時も、うん、そうですよね、1回目の時も95とかでした。95です。今日初めてやったんですけどね、これね。あれ、なんかついてましたっけ、10に。なんかついてましたね、なんか狙うやつ。いや、何もついてない。なんかついてましたよね、なんか。さあ、ということでね。今回は野島くんが来ていただいて、はい、シューティング大会を行ったわけですけども、はい、どうでした。いや、めちゃくちゃ楽しいですね。びっくりしました。本当に楽しいでしょ、ええ、ね、これからも、うん、いろんな趣向を凝らしたシューティング大会やっていきますので、はいはい、参加してくれますか、これからも。もちろんです。もうずっとバイオハザードでいきます。次からはバイオハザード禁止なんで。お二人はそんなレギュレーションなんですか。銃はもう、この銃は募集です。募集。うぃー、これうぃー、バイオハザード、バイオハザード探知機。何の探知機。バイオハザード探知機です。そうでしょ。うぃーうぃー。すごいな、すごい探知機持ってる。これはできません、次からは。どうすんのこれ、マックスさん見てたら、うん、やっぱだと買うしかない。やっぱマック酒井さんがおすすめする銃を買った方がいいんだよ、うん、はい、はい、東京マルイの銃に変えよう俺。さあ、ということで、はい、野島くん、また今度来てくださいね。はい、もちろんです。ありがとうございます。ユン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 ユ